際に本人に怒ってそれでも気がつかなかったってことは、私たちがいくら口で言ったところで。そうだね。警察に行っても無駄かな。やっぱりもっと意味ないんじゃないかな。とりあえず敵なんでしょ。自分でそう宣言していたからね。怖いっていう感じはあんまりしなかったけど。そうだね、ただ嫌な感じはした。うん、フグ大典っていうのなんとなく実感できた。絶対に一緒にはいられない、そういう感じ。時々クラスの半分けで揉めるけど、それに似ているかな。問題はどうすれば倒せるんだろうってことだよね。あれがいなくなれば虫食いも収まるかな。だって絶対無関係とは思えないよ。だよね。けど倒すって欲しがりません。勝つまでは一億総火の玉打ちてしやまんだね。大きくなってる。そうだね。
え？あ、まただ！京介ちゃんにビビったんだよ、きっと。うわぁ、すごいね、ほんと。やっぱりお兄ちゃんだよね。私の兄貴、何しに来たんだ？なんか手招きしてるみたいだけど。
やあ、君はあの京介くんなのかな。母さんに告げ口してくれたみたいだね。ありがとう、感謝するよ。だってさ、言いにくいだろう。自分から善行を告げるのは何やら褒められたがっているようで照れるじゃないか。ねえ、いいんだよ、母さんは怒っていたけれどいいんだ。母さんが何を望んでいるのか、そのうち僕が分からせてやるんだから。さてと、夢を楽しもうか。私なら大丈夫だから。どうしたの？そう、急に起き上がるからびっくりした。微妙に体調悪いから休むか遅刻するって。ねえねえ、京介くん、後で話があるんだけど、いいかな？
起立。ありがとう。けどね、私の話聞いたら京介くんも優しい気持ちじゃいられなくなるかもしれないよ。それが私には、そうだね。シリアスな話の時にお腹が鳴ったりしたら閉まらないし。